はい、どうもブルスブルス。じゃあ今回もね、近海ポケモンしか使えないランクバトルやっていきましょうか。今回のパーティーはこのホエル王が主役、まあ、本当はチルタイスを主役に使おうと思ってるんだけど、まあ、ホエル王がね、すごいダイマックスした時の格好がかっこよすぎて、まあ、対戦で見てれば分かると思うんだけど、まあ、このホエル王はね、直径を持たせることによって特防を 1.5 倍にして、そっから特防と防御が同じようになることによって耐久をすごい高くしたホエル王、まあ、ダイマックスすることにして、まあ、防御とかを上げたり、あと大術で素早さ上げたりして、ダイストリームで雨を降らせて火力も上げれるという、まあ、万能型ですね。そんで、相手が、なるほど。割とフリージョの通りがいいから、飛行タイプ、そうか、ごめん。あれか、なんだっけ、こいつはなんて言うんだっけ。サンレイジュ？サンレイジュで統一してるのか。じゃあ、この、まあ、サンレイジュ全員飛行タイプ入ってるから、あと、地味にフェローチェも虫タイプ入ってるから、いや、虫タイプは違うか。まあ、だからこのサンデー重要にフリージョを先発して、それでまあホエルをあと一体、まあケントはそれいいか。はい、ドミーさん対戦よろしくお願いします。あっと初手何に来るかな。初手がオードンゲ、あー一番来てほしくないやつ来たな。これはこいつは一番来てほしくない。いやー、まあな、そうか、おどけだよな。壁張ってくれよな、そりゃ。どうしようか。もう火、でも火でもあれだもんな、結局。あれだな。まあ、どっち張ってくるんだろう、光の壁か。あれ？いたずら方向じゃないの、こいつ。あ、マジか、殴ってきた。殴ってきやがった。嘘じゃん、殴ってくるとは思わんじゃん。え？嘘？え？アタッカー型おどけか。それは知らんな、ちょっと。それは無理だ。予想できん、そんなもんは。どうしよう。相手が何を持ってるかなんだよ。なんだろうな。いや、でもあの感じだと、そうだな、壁張り方じゃないから、まあ、普通に先生が取れると。まあ、上、ケンタロスで普通に殴りに行くか。だからこれで攻撃も下げて、あね、まあ、エア入ったり弱点をつけるから、まあ、あわよくば、ひるめを狙って。ひるめ、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 ひるめ。ひるめ。ひるんでくれ、ひるんでくれ、ひるんでくれ。お、あ、一発じゃ持ってけないか、ギリギリ。あ、来た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 。よし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 、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、グッドゲームチョー。さあ、不意打ちで、まあ、サオリギアに残してくれば、まあ、威嚇入ってそんなに食らわない。他どうしよっかな。もうケンタロスにデイマックス切っちゃってもいいかな。まあ、ハチマキを、まあ、相手が何を出してくるか。ただね、アイアンヘッド後ね、まあでも、ハチマキはね、火力上がるからいいんだけど、ちょっとね、火力上がるのはいいんだけどね。あー、ヘローチェか。技は固定されるからあれなんだけど。いや、どっちにしても無理なんだよな。こんなん、ヘローチェなんか持ってこられたらね。火力高いから、ホエルを引いて後からっていうのはあれだから、もういいや。アイアヘッド、アイアヘッド。また、どうせいいファイトでしょ？だよね。そうなると、まあ、ここで、ちょっとまずいな、これは。ちょっとまずいかな、これは。あ、やば、忘れよった。フェロチョのビーストブーストだ。これやばくないか？さすがに。さすがにこれやばくないか、ちょっと。やばいね、これ。どうしよう。ヘローテがタスキを持ってないことを願って。タスキは持ってないように、タスキは持ってませんように、タスキは持ってませんように。いや、でもね、やっぱりこのホエル王のダイマックス姿がね、ただでさえホエル王ってでかいじゃん、クリチャーポケモンで。これがでかくなった時にね、もう、ドン、ドン、ドーン。これむちゃくちゃでかい。本当にこんなのが海にいたら、ボーン。めっちゃビビるよね、こんな海にいたら。ね、これ、見え見え見え、これ。でかくね？めちゃくちゃでかいよ、これ。どう？そんなもん？入りすぎです。入りすぎ、これは。これは入りすぎ。いくらでも入りすぎ、これは。おかしいでしょ、この入り方。ヘローチの火力おかしいんだって。助け持ってる、助け持ってる。よしよしよし。助け持ってない、助け持ってない。これはワンチャンある。
助け持ってないなワンチャン。吠えるより素早さが遅いポケモンが来てくれれば、ちょっと誰がいたと。ボートロスとかやめろ。ボートロスだけはやめろ。ボートロスだけはやめろ。ガラガラ？あ、いけるじゃん。ガラガラはいける。これはいった。ダイストリーム一発で落ちるかな。一発じゃきついかな、さすがに。さすがに一発でもきつい気がするけど。相手はダイマックス。何してくるかな。まあ、大ボールだろうと思うんだけどな、ここはさすがに。どう？何してくる？大ボールじゃなかったら、多分こっち来てありがたいんだよね、スローが。多分、こいつなんだっけ、タイプ。炎枠だっけ？炎地面？あ、やっぱりこっちの方が素早さ上だから。あ、大ボールして、大ボールしてこなかったな。え、でも半分食らんの？マジで。いやでも雨があるから、月で落ちる。月で落ちるんだけど、ここ、あ、ちょっとね、ここ耐えたら無理だよ、っていう。あ、これ負けたな。これ負けたな。どうしよう。これ負けたわ。これは負けた。そうだ。ダイエットとここ上がるんだ。あ、負けだ。あー、しまったなー。ここ、ホエドウの大砲がかっこいいんだよね、ほんと。あ、いったいった、勝った勝った勝った。おー、落としきった。さすがです。まあね、やっぱ雨からね、水は強いんだよね。おー、今の落とせるんだ。よーし。運転手ありがとうございました。第一のポケモンが、あー、なるほど、なるほど。あー、これはまあね、割といけそうだな。そうだね。どうだ？ウラオスが微妙だけど、だいたいケンタウスで弱点をつけるな、これは。いや、ダンダウスは無理か。いや、多分ケンタウスなんだよな、初手これは。これは初手ケンタウスなんていいでしょう。まあ、そんなホエドを選んで、あと一体はそうだな。まあ、なんだろうな、これ。中退するでいいか。よし。まあ、ケンタウスは普通にアタックあり、中退数は、まあ、すごい粘り強く戦っていく。まあ、炎の渦をやって、その渦のダメージを稼ぎつつ、自分は春休みで回復して、コットンガードで耐久を上げて、相手にお便りで眠らせてっていう、まあ、そういう方で。そうだね、中退数もね、別にポケモンだったら大体いける。氷、ヒラルマはさすがに無理だけどね。ヒラムとかブイザ、ヒラルマとかブイザポスとか無理なんだけど。はい。極化さん対戦よろしくお願いしまーす。さあ、大体何をしてくる？ケンタウスで弱点つけるやつ来い。ケンタウスで弱点つけるやつ。ケンタウスで弱点つけるやつ。はい、来ましたー。これは勝ち。これはいけるよ、さすがに。もうね、まあ、そこが言いかけでね、攻撃も下げて、相手が引っ込めてくるか分かんないけど、まあね、ノーマルタイプのいいところはね、技たくさん使えるけど、結局相手からしたらそれ読めないから、この技警戒して引くっていうことは、まあ基本的にはできない。そういうところは強い。まさかの身代わり。身代わりか。身代わりはちょっときついな。ちょっとやばいな、それは。それはちょっとやばいよ。身代わりはやばいよ。めんどくさいなー、身代わりは。多分これ、ストレッチ見たから相手は交代してくる気がするんだけど、どうなんだろう。身代わりで失敗続けんのかな、これ。あ、やり続けんの、身代わり。まあ、そっか、ストレッチはいつか外れるもんなー。でも相手回復手段持ってないんだよな。なんだろう。それで身代わり。あ、あれか、バトンタッチってできるね、結果に見て。結果に見てバトンタッチできるか。どうなんだろう。バトンタッチができるんだったら厄介な気がするけど、ペッカリはバトンタッチできないでしょ。さすがに、この見た目で。あえてもっとバトンタッチできそうなポケモンがやれるもんじゃ。なんだろう、それ。自分で言ったけどよくわかんないわ。バトンタッチ持ってる。だったら加速で上げないと素早さをやられてきついくはなるんだけど。やれないでしょ、ペッカリとバトンタッチ。どうなの？いや、これやってこなかったら大丈夫。どうする？どうする？え、いや、ないよね、そんなもん。そんなもんないよね。多分相手はストレッチの外しを期待して、身代わりを張り続けただけだと思うから。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いける、いける。
どうだどうだどうだ、相手悩んでるな。悩んでるってことはバトンタッチじゃないんだよね。だからテッカリを引いて仕事ができるかどうかっていうのを考えてるんだと思うんだけど。あ、え、持ってるじゃん。え、テッカリバトンタッチできるの？全然知らなかったんだけど。マジか、それは知らんな。じゃあちゃんと調べたかったかな、そういうこと。いや、ダンドロスはね、あ、そうか、こいつも一回持ってんのか。でもそれじゃ当倍だから、まあ急所当たってくんない？急所当たってくんない？あー、こんなもんか。まあそうだよな、威嚇入ってるし、しょうがないしょうがない。これはでも相手もね、素早さだけなんで上がってるんだ。どうせ後ろにいるやつ、なんだっけ、何入れたっけ、後ろに中大スとホワイドオーか、中大スとホワイドオー、どうせダンドロスに全然止めないから関係ないんだよ、そんなもん。テッカリンで行くありバトンになってをやられようと。だから基本的にはまあ相手はテッカリを無駄にしただけだから、まあだから大丈夫だと思うんだよね、さすがに。相手はどうすんだ、ここはダイマックスしてくるのかな。あ、やっぱしてくるか。ダイマックスされたらさすがにケンタロスは一発で落ちちゃうかな。だからね、ケンタロスはね、耐久がね、いやまあ耐久切ればそこそこあるんだろうけどね。だから見事だなんか持ってるのかな、やっぱ。幅持ちはきついんだよな、さすがに。もう、ダイナックル。あ、でも耐えるわ、全然。全然耐えるじゃん。よしよし、いい。でも、ストレッチ、結局さ、ここのストレッチどんなもん入る？ああ、まあまあまあ。でも、攻撃を2段階上げないのがきついけど、まあまあまあ、ホエズオーダーでダイマックスして、まあ、余裕で耐えるはずなんだよね、多分。いや、大丈夫でしょ、弾持ってないし、こいつ。ダンドロス、イルちゃん弾持ってないから。イルちゃん弾持ってないから、持ち物何？何なんだ、ダンドロスの持ち物。それからわからん。何なんだろう、ダンドロスの持ち物一体。駒じゃなくて、まあいいか。木の実系かな、ダムの実とか。耐えでも落とせるんだよね。ダイエースが4倍弱点だから、耐えでも落とせる。さすがに耐えるでしょ。ホイドウだよ、ホイドウ。ダメじゃないよ、ホイドウの耐久力。まあ、2段階上昇だから相当食らうとは思うんだけど、まあまあまあ。さすがに耐える。大丈夫。信じるよ、俺は。大丈夫。攻撃2段階上がったダンドロスのダイエースぐらい耐える。大丈夫、いけるいけるいける。まだ、相手は間違いなくダイエース追ってくるはず。よし。ダイエース、ダイエースね。そんなもん。はい、余裕。余裕です。はい、余裕です。いやー、2段階上がったら何度もその声、これか。え、これダイマックスしないとサイだってことだよね。いやー、やっぱすごいね、ホエルを。もう、クジラだよ、クジラ。大巨漢だよ、大巨漢。そのかね、このさ、ホエル王のフォルム見てよ。このめちゃくちゃでかい潜水艦っていう感じし、こんだけでかい原子力潜水艦だよ、もう最強の兵器。このホエルのさ、この何、線形のホレムっていうの、この感じも相まってさ、兵器感すごくない？まずでさ、多分次何が来るかは分かんないけど、すごいね、このホエルを。めちゃくちゃかっこいいよね。ほんと古代兵器感、古代兵器、まあ最終兵器感ってさ、だって相手は何を出してくる。まあ、どうなんだっけ、なんかホエルにそこまで不利なポケモンいた？さっき。そんないなかった気もするんだけどな。あ、ドラパルトね。まあ、ドラパルトなら、まあ、ダイエースしかないでしょ。ああ、そうか。魔法ね。稼ぐんだね、ターン数を。まあ、それでも、さっき、あられて、え？ゴー、あ、そっか、ゴースナイプってあられ食らうのか。なんかおかしいよね。絶対これ、どこにあられ食らう要素があるんだって思うんだけど。まあまあまあ、いいとして、それは。でもさっきさ、攻撃に段階上がったら、攻撃あれだよ。大して入らん。まあそんなもんだよね。まあ、ダイアイス、一発では落ちないから、さすがに。一発は無理？まあ無理だよね。耐久がそんなないからね。まあ、しゃあない、しゃあない。
問題は次の攻撃をホエルが耐えてくれるかどうかだな。どうだ、さすがに無理か。無理だな、さすがに。さすがに無理だよね、これ。ドラゴンアート耐えれないでしょ、まあ。どんなもん？ああ、無理か。まあ、しゃあない、しゃあないけど。そうだな。これは、相当まずいぞ。いや、これ無理じゃない。これ無理じゃない、もう。無理じゃない、これもう。ああ、ちょっとドラパルトはね、無理だね、多分。どう？いけるの？ドラパルト。いや、無理だね。一発でしょ、これ。多分。確率でしょ、ドラゴンアートで。歌うで一応応戦するけど。あ、耐える耐える耐える。歌うを当てればいける。当てろ、歌を当てろ、歌を当てろ、歌を当てろ。よしよし、そうだね。これがあるから中退する歌は強い。一発されてってことはできるから、中退する歌はね。よし、これあれかやむ。コットンを積んで、跳ね足ができればいける。だから相手が最速攻撃をしなければ、とりあえずはなんとかなる。で、コットン積む。ここは、まあ、ここは確定で無理だからいいとして、問題は次なんだよ。さすがにコットンガード積んでもね、この、今 HC は、今34で食べ残しで回復して50ぐらい？50いかないかな？あ、50いかないね。この HC じゃさすがにコットン積んでも耐えれないから、起きるな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 、眠っとけ、眠っとけ、お前眠りつくね、シュ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 シャーっと。あー、寿司でいいでいいで。そうなんだよね、これ知りたいですわね。こういう感じでね、フリータイムを覆せるんだよね。物理ポケモンは大体いける。これが知りたいです。氷は無理。さてと、まあ、これは次はどうしようかな、これ。まあ、コットンでいいか。相手はまあ、ここはサバサイドは別に大丈夫。そんなもんかな？まあそんなもんか。コットン1積みだとこんなもんだよね、まあ。あ、ドラゴンアローので、今中退したい分にドラゴンアローのいいところは、まあただ、まあデメリットでもいいデメリットでもないんだけど、まあ、防御って、防御率の上昇って急所だと無視されちゃうんだよね。だから急所使えるのが一番嫌なんだけど、まあドラゴンアローはね、一発急所だってもうその後、耐えれるっていう、ね、まあだから急所を2回抽選されるから急所当たりやすいっていうのはデメリットでもあるけど、どうしようかここは。まあね、あのやっぱり急所の試行回数を減らしたいから、まあね、こういう耐久ポケモンの宿命で急所当たると倒されるっていうのがあるから、その試行回数を減らすための歌でもある、ね、そんでとりあえず次はよし、歌う歌う、当てる当てる。いいね、歌2連続当てるは結構運がいい。歌うのメイチューって低すぎるからね。55しかないんだもん。それで、まあ次は渦かな。いや、羽でいいか。羽でいいか、もう。まあ、どうしようか。まあ羽でいいや、とりあえずは。羽。まあここは確定より、そんで羽で回復して、まあ、サルコシも含めるとだいぶ HE 満タン近くまでいくでしょ、これで。166。大体、もう HE ほとんど満タンだよね。まあ、それで今防御6段階だから、物理はほとんど食らわない。そんで、この状態、渦を入れていく。おぉ、眠ってるねっていう。なんだよね、こういう風に眠らせることによって、相手を攻撃される回数を減らして、急所で当てる確率を減らしていく。試行回数が減らせばクイズも減るわけだからね。その分こっちがクイズも増える。まだ1満タンではない。まあでもほとんど満タン。次では落ちるな、ドラパルト。よし。次はな、ここは何をすればいいかな。まあ羽でも折っとく。よしよしよし。まあどうせ、まあ当てられても羽で回復できるんだけど。はい、これで大体1が満タン。相手の次は物理ポケモンだったら勝てる。物理じゃなかったら無理。物理じゃないかったらあれ、そうなんだよ。もう、こっちに対しては特殊には勝てない。もう特殊に勝つことを諦めて、もう防御ぶっぱしてるから。だからね、
特殊が来たら負ける。はい、勝ち。勝ちました。そうだって、テッカリンだ。そうじゃん。忘れよった。そうだ、相手の最後で言ったらテッカリンだ。そういや。忘れよった。めちゃくちゃ。よーし。あ、これ、身代わりって4回打てるんだね。ん？ちょっと待てよ。これはね、めんどくさいかもしれない。あ、消えた消えた、よしよしよし。この中大層はね、火力クソだからね。いや、まあ、そんなめちゃくちゃ低いわけじゃないんだけど、特殊、攻撃力全く振ってないし、炎のタイプ不一致だし。危ねえ！おい、当てろよ！お前、炎の渦外すんじゃないの？よし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 、危ねえ。そうか、三の実張り切り出しちゃって、切れちゃったリスクなのか。危ねえ。相手がテッカにいるからよかった。よし。はい、解説ありがとうございました。はい、というわけで、今回はここまで。それでは、また、ホルプ！